あたいのマシンが火を吹くぜ。さようなら、ダメ親父。さようなら、おばあ様。さようなら、牛久の大仏様。さようなら、ベイビーザスターズシャインブライトのお洋服。そして、さようなら、イチゴ。今更言っても遅すぎるけど、できれば私は、ロココ時代のオフランスに生まれたかった。ってわけにもいかないので、時間をちょっとだけ戻します。ロココ、それは18世紀後半のフランスを支配した最も優雅で贅沢な時代。超真面目なバロックの後に出現した超軽薄な芸術スタイル。ロココはそのあまりのバカっぽさから歴史の闇に葬り去られ、世界史の授業でもほとんど触れられることもありません。評論家たちはこの時代の芸術を甘ったるくて安易で化粧っぽくて下品、みだらとこき下ろします。だけど人生なんて甘いお菓子と同じ、スイートな夢の世界に溺れる、溺れまくる、それがロココの心なのです。ただ見た目の美しさのためだけに腰をギンギンに締め上げ、そのため呼吸困難を起こす。でもそれが超かわいいとされた時代、なんというアホらしさ。でも気持ちが良ければ OK と朝から晩までおみだら三昧。ちょっと飽きたら大流行の刺繍の時間、それも飽きたらおみだら再開、やっぱり飽きたら田舎をお散歩。私だってロココに身を捧げた女、フリル全開のお洋服で優雅に田園地帯をお散歩と行きたいけれど、ダメ、無理。だってここは21世紀の茨城県、その名も下妻。田園というよりただの田んぼ。私はここで生きてるんです。けっ、うんこ踏んじゃった。私が住む横根という町から下妻駅まで歩いて30分。自転車なら早いのだけれど、そんなのダメ。だって美しくないんだもの。ロリータがママチャリを漕ぐ姿なんて。お、龍ヶ崎さんとこのお嬢ちゃんじゃねえの。相変わらずイライラしてて。どこまで行くの？ちょっと東京まで。東京まで？何しに？お洋服を買いに。服買いなんでわざわざ東京まで行くの？俺あのジャスコがあんのに。ジャスコってスーパーじゃん。何も知らねえんだな、おめえは。下妻のジャスコはスーパーなんてもんじゃねえの。何だってある、何もかんも揃ってる、東京のパルコ以上だ。ほれ、このポロシャツもジャスコで908円だよ。これだってジャスコで1500円よ。このブラウスが2800円。これもジャスコ。これだ
ってジャスコ。この町の人間は完全に狂っています。やはり親と子供の会話がないからでしょうか。下妻から東京へはまず上総線というローカル線に乗り、砦まで出なくてはなりません。電車は1時間にたった2本。それとあと会話、これが大切かなと思いますけどね。では、電車が来るまで私のプロフィールでもご覧ください。私が生まれたのは下妻ではなくて、もちろんフランスでもなくて、兵庫県尼崎のすぐそば。リベンジ来たよ。住民のほとんどがヤンキーか元ヤンキー。パチンコ店や怪しいバッタもののお店が多く、どの店も価格破壊で頑張っています。ほらほら、見たってや見たってや、安いね安いね安いね。そして消費者も安いということ以外には関心を示さず、生まれるとすぐジャージを着せられ、ジャージを着たまま死んでいきます。そう、ここはジャージ天国。私はジャージの国で生まれたのです。この町でヤンキーからヤクザといういかにもこの町の人間らしい道を歩んだこの男、この眉毛のない方が若き日の私の父です。なるほど。これが父と母の出会いでした。そんなコントみたいなきっかけで私が生まれたのです。いわゆるできちゃった結婚。父は家族のために一生懸命働きました。1,2,3,4,5、ガキの見下り戻るわな。あれあれあれ、パラシントも戻ったんかいわ。ハモンや。父はとことんダメ親父でした。下妻から砦まで約1時間、そこから常磐線で上野まで40分。まだまだ東京への道は遠くて、私が小学校に上がった春、突然母は家出しました。しばらくして離婚届が郵送されてきて、何してくれたんじゃボケ。だけど私は母が消えようがダメ親父が泣き叫ぼうが、だから何って感じ。野生動物たちはただ黙って死んでいくのです。俺が、私は妙に冷めた無慈悲な子供でした。あの人はどうしようもないよ。何やっても中途半端、運から見放されてるんや。新しいお父さん、ものすごい素敵な人やね。お酒も掛け事もせえへん。そんな人がなんで私のこと好きになってくれたんかも、いまだに謎やねんけど。母の相手は私が生まれた時担当してくださった産婦人科のお医者様でした。先生、奥さん、先生、
さん。以来二人は不倫という道を走り続けたのです。私はダメ親父と二人で生きていきます。なんで彼のお父様もお母様もものすごいお前に会いたがってるんよ。急にできた孫の顔早う見たい、早うお手立ちしめたいって。嘘でしょ。うん、嘘やけど。小一の私がダメ親父との暮らしを選んだのは、お尻破けて見て見て、ちょっと見て、ただ単純にそっちの方がむちゃくちゃで面白そうだったからです。やっぱりこうせんとこか。お前と別れて自分だけええ思いするなんて。人間は大きな幸せを前にすると急に臆病になる。幸せを勝ち取ることは不幸に耐えることより勇気がいるの。お母さんいくつ？33歳。ギリだと思う。一人の女が幸せをつかむには絶対に手放しちゃダメ。ママか。その人に愛されてどんどん綺麗になってください。お金かけてエステにも行って整形とかもして胸も大きくして、高野由里エステティックシンデレラコンテストで優勝してください。なんで。面白いから。母と別れどん底まで落ちたダメ親父はそれでもなんとか蘇り、昔の兄貴分の紹介でブランド品のバッタモンを売りさばく商売を始めました。はい、やってってや。ベルサーチ、ベルサーチ、これ見て、ベルサーチの有名ブランドのトレーナーが2,000円や。あとこれ、こっちのベルサーチカバン1500円やで。これ見てみ、フランス直輸入やな。フランスって書いてある。ベルサーチがイタリアのメゾンであることも知らぬ父の商売はなぜか大成功。めっちゃ安いか。さすが激安王国。その頃私は中学生、手芸部に入ったことから刺繍に目覚めました。調子に乗ったダメ親父はなんと自らベルサーチの新商品を開発し始めました。こんなもの誰が買うんだと思いましたが、さすがヤンキー帝国。その頃私は高校生、ロリータに目覚めました。 USJ ユニバーサルスタジオジャパンがいよいよオープンです。なんやねんこれ。コラボでんがな。コラボ、ユニバーサルスタジオとベルサーチは何の関係もないやろ。甘いでんな兄貴、甘すぎる。わしもこうやって今アパレルの仕事やらせてもらってますやろ。しやから今ファッション業界で何が一番かいんか手に取るように分かるんですわ兄貴。今はね、若い子の間でダブルネームいうんが大流行。知らんやろな兄貴。こうね、有名なカバン屋と服屋が一緒になって商品出したり、大手銀行が合併したり。兄貴、今世の中ダブルネームだらけですわ。これは来ます、客飛びつきますぜ。何抜かしとんねん。あ、飛びしな。あら、さすがバッタモノ共和国。この商品がまたまた大ヒット。そしてそのことが我が家を危機に陥れたのです。ユニバーサルスタジオが感づいて騒ぎ出しやって、訴訟にでもなったらベルサーチの方も黙ってへんやろし、実際やばいね。とっとと荷物まとめて行方くらませや。というわけで私はダメ親父の母親、つまり私のおばあ様が住む茨城県の下妻に引っ越してきたのです。上野から山手線で渋谷、そこから東横線で代官山、そこに私の大好きなメゾン、ベイビーザスターズシャインブライトがあります。いらっしゃいませ。高一の夏、大阪梅田で初めてベイビーのお洋服に遭遇。私は一発で即死、帰らぬ人となりましたのです。磯部明則様のデザインされたこのメゾンのお洋服が買いたくて買いたくて買い占めたくて
クラスメートの家が火事で全焼し、その子の家は学校一貧乏で家族10人、今日食べるご飯もなくて、私はその子と大親友だからできるだけ力になりたくて生まれつき心臓の悪い子がいて、その子の心臓は今の医学では治せなくて、生きられても15歳までって言われてるんだけど、それを治せるというお医者様が日本に一人だけいることが分かったの。でもその天才外科医は無免許の闇医者で、しかも一度の手術に1億という法外な値段を吹っかけ、顔中に指だらけで親友のお姉さんがカラオケボックスで某国の工作員に拉致られて、龍ヶ崎様、いつもいつもありがとうございます。それがどんなに非常識な生き方だとしても、幸せならいいじゃん、気持ちよければ OK じゃん。ロココの精神は私にそう教えてくれました。だけど私マジで心根が腐っています。これが私のおばあさま。桃子ちゃん、200円くれっけ。何買うの。チョコ、ガーナミルク、チョコレート。ボケてるわけではありません。子供の時から苦労続き、親に甘えたことなど一度もなく、その反動で今孫の私にこんな風に甘えるのが趣味になっているのです。それでもさすがダメ親父の母親、若い頃は喧嘩上等のワルで、左目はその頃の喧嘩で失ったらしく。何言われとんじゃボケ、根性高かぞ。ダメ親父はなんとか敵屋の仕事にありつき、でそんなことより我が家がこうなった以上、私はお洋服を買うお金を自分でなんとかしなければ。ベルサーチのお洋服、激安価格で売ります。未使用の備品オンリー、ただし全てバッタものです。龍ヶ崎様、ベルサーチのものをどうか譲ってください。どうしてもベルサーチが欲しいので、どうか何故お願いします。どうか何故って、字は下手だし、ほとんどひらがなだし、ジュースこぼした跡ついてるし、多分小学生か中 1？ 私はその女の子、白百合いちこちゃんにお返事を書き、住所も近いし、私の家で商品を見てもらう約束をしました。クリンクレッキ、何買うの。ねるねるねるね、青リンゴ味。あれやね、何やるの。え、一人にしないで。お嬢ちゃん、あたい白百合一子ってもんだけど。桃子さん、おられるんですかな。なんか敬語めちゃくちゃ。おい。はい。ならば桃子さんにお引き継ぎいただけますでしょうかね。めちゃくちゃ通り越して時代劇。お嬢ちゃん、桃子さんを
私が桃子です。どかすんだおら、おめえみてえな十分がなんでベルサーチ売るほど持ってんだよ。さっさと桃子出せこら。また唾吐いた。すっげえ、これ全部ベルサーチかよ。はい、バッタモンですけど。じゃあおめえ本当に本当に、はい、龍ヶ崎桃子です。厨房ではなく高2です。やっべえ、与えてダメじゃねえか。んなひらひらのオフみたいな格好してるからてっきり。いやまあ人を見かけで判断するのはよくないわな。そんなことないですよ、人は見かけだもの。殺される、私殺される。かっけえ、何これ、ユニバーサルでベルサーチじゃねえかよ。渋すぎるぜ。とりあえずジャケットあっかな。親戚の結婚式があってよ、あたいとしては特攻服で決めようと思ったんだけどダメだって親に言われて。んでジャケットベルサーチだったら誰も文句ねえだろって。でもたっけえじゃん、手も足も出ねえじゃん。んでその時おめえの投稿発見してさ、地獄に悪魔とはこのことだぜ。それを言うなら地獄に仏。いくら。ちくしょう、3かよ。2か、いいのか2で。桁が違う。おめえ20万かよ。2000円。どこの世界でベルサーチの新品ジャケットが2000円で買えんだよ。でもバッタモンだから。バッタモンでもベルサーチはベルサーチだろうがよ。じゃあ2万円で。当たり前だよ、2万円でも安すぎるぜ。でもおめえが2000円でいいって言うなら2000円にしてもらうと助かるかな。安く譲ってもらって、でも絶対この借りは返す。何かあったらポニーテールのイチコって名前出しな。ポニーテールって？ポニーテールは下妻最強レディースのチーム名よ。よーく覚えときな。私は握力も腕力もないし、走るのは遅いし泳げません。でも女の子はか弱ければか弱いほど価値がある。これがロココの美学。守られるより守る方が性に合っているような強い女性なんて最低。酸いも甘いも噛み分けた経験豊富なレディなんて最悪。酸っぱいものは食べたくないの。甘いものだけでお腹をいっぱいにしていたいの。あ、きれい。花きれい。うっせよ。きれい。あ、あ、そりゃ三らしいと。あたいのは特別気合入れて120センチなんだ。特殊で10万以上すんだけど、中古のパーツ譲ってもらってつけたから安カスタムできたんだ。バイク好きか？別に。あたい土浦のモータースでバイクさせてもらって。バイク好きなんだ。好き？てかもう一人の自分って感じ。でも原付なんだ。いいだろ別に。もしかして自動二輪の免許取りたかったけど試験に落ちたとか。悪いかそれが。うわこれまだ現役かよ。バーサムのバイクですけど何か？ DJ1R、 いわゆるホンダが80年代に出した幻のモデルだぜ。
まだ生きてんのあったんだ。それからもそのヤンキーはちょくちょく私の家にやってきて、あたいバイキャンなりてんだ。この前モータースの親父に話したんだ。マジで修行して知ったら親父の野郎、あたいが高校ちゃんと卒業したら考えてやるって。マジ感激したよ。いろんなことを勝手に喋って。おめえ卒業したらマジどうすんだ。働くのか。労働は趣味じゃないから。あねえこと言ってんじゃねえよこれ。世の中ってのはマジ食うか食われるかなんだぞ。勝手に一人で熱くなって。私は彼女がなぜ私にそんな話をするのか不思議で仕方ありません。人が人と関わるということが私にはよくわからないのです。なんでわかってくれないんだよ。人間は一人なの。一人で生まれて一人で考えて一人で死んでいくの。人は一人じゃ生きられないなんて。だったら私は人じゃなくていい、ミジンコでいい。寄り添わなきゃ生きられない人間よりもずっとずっと自立してるもの。じゃあ友達や恋人は？親や子供どうすんの？なんも私には社長、係長、飼育係、管理人という肩書きと同じなの。それ以上の意味なんて全然ないの。かわいそう。あなたってかわいそうな子。誰にも縛られたくないと逃げ込んだこの夜に自由になれた気がした。15の夜何人くらいいるんですか、ポニーテールって。7人。やば。もしかしておめえうちのチーム入りてんのか。いえ全く。まずは免許取んねえとな。それとそのひらひらの服もダメだ。うちのチームは走り専門、喧嘩場と死んだ薬は一切やらねえ。一品に迷惑はかけねえよ。入りませんって。あと男関係にだらしねえやつも入らないもん。何を迷う必要があんだよ。迷ってなんてないもん。私はヤンキーなんてならないし、バイクも乗らないし、喧嘩もしないし、集団行動もしないし、ひらひらも脱ぎません。どうして。かっこ悪いもん。あれおめえ今あたいの全人格否定した。僕殺すぞこれ。どうぞ。私殺すぞ。殺せば唾を吐かないで。おめえひらひらのくせに根性座ってんじゃん。殺さないの。ああ、おめえには借りがある。借り借りってバカみたい。なんだとこれ、はあ、自分が一番大事なものは絶対貸しちゃいけないの。貸してもいいのはどうでもいいものだけ。だから私は借りたものを返さない主義。その代わり貸すときは戻ってこなくてもいいって思うの。おめえ性格悪いな。ねじ曲がってます。ダチねえだろ。はい。寂しくねえのか。まったく変わってんなおめえ。おめえがどうしてもってんならあたいの出しとして認めてやってもいいぜ。いいです別に。私は多分ずっと一人で。80歳のある日、安アパートで一人ベイビーの服を着て死んでいるのを管理人ロボットに発見されるのであった。そんな一生だなと思っていたのですが。何が貴族の森だよ。何聞いてんだ。ヨハン・シュトラウス。知
知らねえな、あんなバンド、うん、やめてください。おめえ、そのヒラヒラの服どこで買ってんだよ。東京の代官山。ねえ、そういう服ってどこで売ってるの？ジャスコだ。やっぱジャスコなんだ。そっか、おめえ代官山に詳しいのか。代官山にあるエンマって刺繍屋知らないか？刺繍入れてんだよ、特攻服に。その刺繍ですか？うちの総長のあきみさんが今度結婚するんで続上がんだよ。その引退パレードの時にあきみさんのためなんかしてんだよな。パレード？最後の夜に盛大に暴走するんだよ。そこ上がる人への与えられるの鼻もげなんだよ。鼻もげじゃなくて鼻向けだと思うよ。どっちだっていいんだよ。向けようがもげようが鼻が痛くなることには違いねえんだからよ。それから彼女は急にマジになって引退する明美さんとの思い出を私に話して聞かせました。ゆっくり1時間以上も。長すぎて飽きちゃうので私が予約します。いちこは高校デビューでした。中学までは家が厳しいこともあってヤンキーになる勇気などなく、かといって勉強もできず、おまけに気が弱くって、クラス全員にパシリをさせられるような女の子でした。そんな自分が情けなくて苦しくて、目線のバイクで走り出す、行く先もわからぬまま。その人が明美さんでした。どうした？なんで泣きながら笑ってんだよ。誰だってなんか背負ってんだよ。どっか痛いんだよ。だから泣くことは恥ずかしいことじゃない。でも女はよ、人前で涙なんか流しちゃいけねえんだ。同情されちまうからな。泣くときはよ、こうやって誰もいないとこで泣きな。そして泣いたら泣いた分だけ強くなりな。その時いちこは決心したそうです。あきみさんのようなまぶい女になろうと。いい話だろ。で、代官山の刺繍屋さんの話は？あ、そうそう、つまりよ、お世話になったあきみさんのためにあたいの特攻服の前の部分に塩ビシッと入れてもらえてんだよ。どんな？あきみさん、ありがとう。まあまあじゃないですか、ダサ。だどうてめえ。代官山のエマってのは族の間でも伝説の集屋でよ、その出来栄えは神業としか思えないくらいの美しさと
細やかさと大胆さと迫力と。見たことあんの、その人の刺繍。ねえに決まってんじゃん。代官山のどこ。誰もその店がどこにあるのか知らねえんだよ。じゃあ注文しようがないじゃん。ひみこさんがいる。ひみこ、10年前に神奈川で県内すべてのレディースの頭を張ってた人が、そのエンマの刺繍が入った特攻服着てたんだよ。じゃあその日美子って人に連絡する。美子って人はよ。さらに1時間一子は美子という人の物語を私に聞かせました。これがまた長くって。アニメにしちゃうから良い子のみんな我慢して聞いてね。90年代チーマーに勢力を奪われ絶滅寸前だった暴走族は無意味な抗争と犯罪に明け暮れていた。てめえらよしな。出身地不明、年齢不詳、鑑別所送り7回という経歴を持つこの女を人々はこう呼んだ。ヒミコ。赤い特攻服の背中には伝説の刺繍やエンマが入れた金の昇り竜。ヒミコは神奈川を拠点とするレディースを次々に制圧。特に覚醒剤、売春に関わるチームはとことん粉砕された。薄汚いことは大嫌いさ。後輩じゃなきゃ女が腐るぜ。ヒミコさん、あんたについていく。あんたの配下にあんたのチームに入れてくれ。うん、上も下もありゃしないよ。走りたいやつは一緒に走ろう。あたいも走りたい。あたいも、あたいも、あたいも、レッツゴー。てめえの腐れ目、俺様がペッパしてやるぜ。うぇに無理やり売春やドラッグをやらされてんだ。お願い助けてあたいたちを。うっ。次の日、ひみこはたった一人で暴力団の事務所に乗り込んだ。ひみこは木刀一本で暴力団を壊滅させた。重傷者20名以上だが、その事件以来彼女は忽然と姿を消した。ひみこのその後の消息を知る者は誰もいない。で、連絡取れないじゃん。はあ、帰ります。小さい時から私は時々自分の体が空に吸い込まれそうになる感覚に襲われます。高く高くどこまでも登って、家や学校や駅もどんどん小さくなって、ああこのままどこか違う世界へ。あ、下品なヤンキーが見えます。一子です。一子が私に向かって何か叫んでいます。おい一子さん、これ以上私に構わないで。私はこれからあなたの知らないもっと別の美しい世界へ旅立って。聞いてんのかよおめえ。はい、問題は金だよ。あいつは伝説の刺繍屋だぜ。仕事頼むんなら5万。いや10万。まだその話題ですか。バイトでじゃ足んねえし、親にも借りれねえしな。ひどく貧乏なのうち。嫌なんだよ、すねかじりみてえでよ。じゃあ汗水垂らしてソープで働いて。それしかねえ。働くの？ソープで。パチンコ、ここは一発勝負に出るしかねえ。行こうぜ桃子。桃子、パチンコ行くっけねえよ。なんで私が行くの？どっちだろうがよ。これください。お、イライラのみずちゃん、キャベツ1個おかげ、ありがとう。今日からこれがあなたのダチです。あなたのダチはこの人です。じゃあ。さようなら一子、さようなら伝説バカと安心したのもつかの間。ご意見無用のヤンキーはいきなり私を拉致し、アーチ、うん、うなー、有無を言わせず地獄の道に引きずり込んだのです。尾崎か。
負ける気がしねえぜ。でダメじゃん。全然ダメじゃん。桃子？なんだこれ。いやこの面マジすげえな。絶対ズルしてる、絶対ズルしてる。いらっしゃいましたね、いらっしゃいましたね。あんたら何使ったか知らねえけどな、ことやるには10年早いんだよ。何因縁つけてやがんだ、怒るぞクソジュ。ロム狂わせたことぐらい分かってんだよ。悪いけどな、身体検査させてもらうぜ。何言ってるか分かんねえんだよハーゲ。見せれ。よしな。この子たちは何もやっちゃいねえよ。俺が見てた。龍二だ。龍二？あいつが一角中の龍二か。あはん。たとえこの子たちが何かやらかしたとしても、それを見抜けなかったんならあんたらの負けだよ。それがこの世界のルールだ。だけどあいつら未成年だろ。18だよ。あっちのヨハはロー見てもさ、若すっかりしてんだよこいつは。こんなひらひら来てたって本当は30過ぎてんで。え、そこ未成年と来たか。本当は40だよ。その未成年が撃ってるのを何時間も黙認してたあんたらだって。頭のおふくろだよ。いちこ黙って。うわぁ、潰すぞこら。俺よ、ぐじぐじ言ってねえでさっさと弾数えてやれ。あおっさん、サンキュー。何気に尾崎っぽいよな。どこが？どのあたりが？7番？どうしろってかざけんじゃねえよ。これ半分ずつにしましょう。なんで？だってそんなの受け取れねえや。どうして？主義だよ主義。じゃあ貸してあげます。35,000円貸してあげる。おめえってやっぱ変わってんな。うん、でもあたいは借りたもんは必ず返す。主義ですか？ねえいちこさん、本当はいちごでしょ。この間いちこさんの携帯にかけたらお母様が出て、いちごは今お風呂に入ってるって。確かにいちごって言った。私確かめたもん。なんで隠すの？そんな名前でヤンキーやってられっかよ。いちごさん、うっせえてめえ、二度その名前口にしてみろ。いちごさん、ボコるぞ俺。いちごちゃん、マジ殺す。またネズミにでもかじられたんだっぺ。おばあさま、お出かけ？出かけない。罰だと思いました。ヤンキーと付き合い、パチンコなんかにうつつを抜かしていた私へのロココの神様からの罰だと。
ばあ様。父ちゃんにいなくて本当によかった。人間にはそれぞれ器ってのがあってよ、おめえの父ちゃんの器はちっちゃくて汚れててひび入ってる。でもおめえのは違う、ほら大きくねえかもしれねえけど綺麗ないい器を持ってる。おめえの道を行け、他の誰とも違う、おめえじゃなきゃダメだって場所がきっと見つかるからよ、ね、おめえにはパチンコの神様が宿ってんだよ。そんなの宿ってないって。やるっかねえんだよ。やめて話して。桃子もう戻れねえんだよ。どこに戻れないの。この台の釘を読み違えてるね。ほら、そっちじゃなくてこっちを狙う。そうじゃねえよ。狙いどころはここだ。これでいいんだ。一体何者だ。それと、なんでクソがエナメルなんですか。俺か。俺はただの下っ端極道さ。いや、そうかよ。それでクソがエナメルなんだ。尾崎か。全身ギャグ漫画みたいなこの男が誰かのハートを射止めることもあって、人類って不思議。ねえ、いちごって男性恐怖症？寝ぼけたこと言ってんじゃねえ。男の子と付き合ったことないとか。うっせえよ。キスもしたことないとか。マジ殺すぞ。でもそんなあなた恋をしちゃったでしょ。白いエナメル、青いスカジャンの一角獣に。だってあの人と話してる時のイチゴとっても綺麗だったもん。ねえ、それって恋でしょ。恋さ。恋じゃ。恋です。恋だと。恋だ。ダメ、いけないわ。奥さん。恋なんだい。そんなこんなで私は久々に代官山へ出かけることにしました。マジで伝説の刺繍屋を探し出すというイチゴを連れて。何言われてダメかよ。その文字ってもしかして。ん、これか。ご意見無用。やっぱり。ん、漢字間違ってるよ。あ、うちのチーム全員この文字背中に入れてんだぜ。笑いもんだ、恥さらしだよ。おめえさえ気づかなかったら丸くろさまったのには。あの、このボンネットってうちの。あ、これあの縁に虫食いみたいな穴が開いちゃって、でもどうしてもかぶりたかったから勝手に。いや、びっくりしちゃったんです。とっ
っても素敵にリメイクされてて。見てくださいよ、彼女のボンネット。この刺繍ご自分で。あ、お客様に失礼ですよ社長。ごめん。あなたは社長。龍ヶ崎様です。ずっとうちのお得意様の。あなたが龍ヶ崎さん社長。あなたが、あなた様が、そのもしか、あのベビーの社長でデザイナーではあらせられる磯部です。僕？どうかんな、おら！こいつはおめえの目を見て急に倒れたんだ。お前何した？目から何出した？やめて、イチゴ。桃子！違うの。私が勝手に。だから暴れないで。桃子！失礼しませんでした。ごめんなさい。いや、あの、本当に全然平気だから。ね。あ、ちょっと、こっち見て。素晴らしい。神様。大丈夫かおめえ。神様に会った。でもしかしてあのおっさん。神様が私に触った。あれがおめえの神様なのかよ。いちご、エンマって刺繍屋探しに行くよ。だっておめえそんなん嫌だって。いいの、私なんだか今すごくバカバカしいことしたい気分なの。ほら行くよ。バカバカしいなとこれ。私の先生、私に生き方を教えてくれるの。素敵なお洋服に出会って、そのお洋服が似合う人になるためにどうすればいいか一生懸命考えてるとさ、答えてくれるんだよね、お洋服が。お前はまだまだこの服を着るには修行が足りないとか、あなたはこの服が似合う人間だと思ってるけど、あなたに本当に似合うのは全然違う、こんな服だよとか。わかんないよね、こんな話。っていうか話全然聞いてないよね。あどうしたの？おった。見たぜ、伝説の刺繍屋さん水野春を。水野春を目撃したぜ。水野春をだぜ。で今まで何してたの？だから水野春を見たんだ。水野春は何してたの？コンビニで海苔弁とウーロン茶買いやがってよ。のり弁レンジでチンしてもらいやがってよ。ああ、お願いします。はい。それずっと見てたの？あ
ふざけないで。誰のために刺繍を探してると思ってんの。いちごのためじゃん。いちごがどうしてもって言うから。全然見つかんねえし。見つかるわけないよ。あるかどうかも分かんないそんな刺繍屋。絶対ある。だって卑弥呼さんが。卑弥呼？それだって本当にいるかどうか分かんないじゃん。根拠ゼロじゃん。伝説の刺繍屋、伝説の卑弥呼、伝説伝説ってただの噂話じゃん。くだらなすぎて笑う気にもなんないよ。別におめえに探してくれって頼んじゃいねえし。やっぱおめえの言う通りかもな。いねえのかもな、伝説の刺繍屋なんて。諦める。だから金はもういらねえ。あきみさんの引退パレードは？まあしょうがねえ。バカ。その刺繍私にやらせてくれない？よかったら私にやらせて。頼む。いいの？やっても字の大きさとか書体とか。特攻服預けるってことは命預けるってことだ。全部何もかもお前に任せる。いいの？ダセーの分かってんだよ。でも渋くなくたってダサくたって、それがあたいの気持ちだからよ。私は刺繍を刺し続けました。月曜の夕方から水曜の朝まで。食事も眠ることも学校に行くのも忘れて。
水少ないやないか、お前。なんか言わすな。これ、本当におめえが仕上げたんかよ。すっげえよ。こんな渋い刺繍見たことねえよ。綺麗だよ。すっげえ綺麗だよ。刺繍ってこんなに綺麗に入るもんなのかよ。あたい、おめえになんて言ったらいいか。またでっけえ借り作っちゃった。なぜって思いました。いちごの喜ぶ顔を見ていたら、私は急に泣きそうになってしまったのです。死んでゆく野生動物の姿を見ても心一つ動かない私がです。何これ、寝不足？あ、桃花！大丈夫か、桃花。どうした？おい！死んだか？おい、桃花！19番、浅野瞳さん。20番、西園寺みどりさん。西園寺さんは43歳とは思えない見事なプロポーションでの出場です。私はその後、死んだように眠り続け、だから母が本当に高野由里エステティックシンデレラコンテストに挑戦していたことなんて全く知りませんでした。発表いたします。高野由里エステティックシンデレラコンテストグランプリはエントリーナンバー21番黒田智美さんです。よっしゃー！ サマーミサマセー！ アホや！ あいつアホや！ よっしゃー！ ママコ！起き！起きろって！神様って言ってはんねんな！ ちゃんと空から見てて悪いことした人間にはきっちり罰与えてくれやんねん！ ママコ、諦めたらあかん。何が？真面目に生きてたらきっといいことあるからな、桃子。やったね、邪魔を見せろって。ぜひ龍ヶ崎さんのお力をお貸しいただきたくメールを差し上げました。ベイビーザスターズシャインブライト磯部。神様、サンプルが上がってきたんですが、肝心のバラのレースがどこにも入っていない。こちらはちゃんと指示をしてるし、レースもちゃんと渡ってる。だからやり直せって言ったんですが、納期が遅れるって。かわいい。かわいいんですだけどこれじゃただのちょっとおしゃれなネグリジェじゃねえかよ。ダメなの、ここにバラがないとダメなのでほら、あなたのボンネットの刺繍のことを思い出して、このサンプルにあなたの手でバラの刺繍を入れてもらいたいんです。え？無理です、全然無理です。そんな、とてもとても私が。気にせなきゃダメなんです。あ、いや、そう思うんです。リボン刺繍？リボンを刺繍糸にしてバラの形を作っちゃうんです。立体感は普通のバラのレースよりもっと出ると思います。え？
ザーステッチで草や葉っぱを刺してカットワークで作った花を縫い付けたら面白いボリューム感が出るかも。カントリーテイストでもう少し温かみを出すんだよ。君しかいない。やっぱり君じゃなきゃダメなんです。やってくれるよね。ね、私じゃなきゃダメ？君じゃなきゃダメなんです。君じゃなきゃダメなんです。君じゃなきゃダメなんです。私じゃなきゃ。もしもし、いちご？どうだった？パレード。あきみさん喜んでくれた？あたいの刺繍じっと見てさ、あん時道端に泣いた厨房が立派になりやがってって思いっきり抱きしめてくれてたまんなかったよ。それからあきみさん先頭に走りまくって頭の中空っぽになるぐらいぶっちぎって、最後にみんなでロケット花火あげてよ、あきみさんありがとうって言ってくれたよ。したら男が出てきやがって。お前の最後の走り見せてもらったぜ。これからはさ、この人と二人で走ってくよ。こくるとさ、実はできちまったんだ、ガキが。かっこいい。あきみさんじゃ勝ち目ねえよ。あきみさんを裏切るようなこと。裏切っちゃえば。人のものでも好きなら取っちゃえばいいの。どんな反則技使ったって自分が幸せならいいじゃん。人は誰だって人を裏切るの。そういう生き物なの。裏切ると書いて人間と読むの。マジかよ。嘘。いちごの初めての恋が終わりました。相手にたった一度の告白もせず、叫び出したいくらいの思いを自分の胸の中だけに封印して、アホみたいですが、それがイチゴなんです。なあ桃子、女はさ、人の前で泣いちゃいけないんだよ。うん、でも今ここには誰もいないよ。私小説書いてる。
母さんと別れる時、私はお母さんに言いました。人間は幸せを前にすると急に臆病になる。幸せを勝ち取ることは不幸に耐えることより勇気がいるの。あなたいくつ？17歳。最悪。私は今突然やってきた幸せを前にして完全にビビっています。幸せの意味すらわからなくなっています。私の幸せってお洋服を着ること？それとも誰かのためにお洋服を作ること？どうした？ばあちゃんでも死んだか？忙しい？いや、これから集会だけど。会いたい。え？もう今なんて？会いたいよ、いちご。今どこ？どこだろう、わかんない。行くぜ、どこでも行ってやるぜ。初めてだな、おめえから相手なんてよ。すっげえじゃねえかよ。何ぐじぐじ悩んでんだよ。ビシッと決めてギャフンって言わせてやれよ。舐められてたまっかよ。別にギャフンって言わせたいわけじゃなくて。何なんだよ。私はただベイビーのお洋服を着るのが幸せなだけで、作るのは全然別の。だけどあたいはおめえにあの刺繍入れてもらってすっげえ嬉しかったぜ。それっておめえには価値がねえことなのかよ。そんなことないけど。才能があんのにその才能を認めてくれる人がいるってのに何悩んでんだよバーカ。おめえが作んなきゃそれ着たい人どうすんだよ。チャスコで済ますしかねえじゃんかい。できるよお前なら。はい、いちこです。いや、そんなことないっすよ。いや、集会はバイトが忙しくて。けじめ？何のけじめっすか？はい。それでけじめがつくの。牛久大仏の裏の墓地に。はい。明日の2時で。けじめって何？なんでもねえよ。あたいポニーテール抜けるかも。なんで？7人で自由に走ってた頃があたいは好きだった。チーム抜けてどうすんの？一人で走るよ。
気をつけ。水を吸い込め。行きました。よし、ゴムを配るぞ。はい、ありがとうございます。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、差し込め。聞きたいことがあるんだけど。誰がリッキーマーチンやねん。あっちちか。わしが帰ってくるまでじっとしけ。なんや。暴走族がけじめをつけるってどういうことするわけ。けじめな、懐かしいな。あの、基本的にあれやな、一般的なやつはこの集団リンチやな。こう手くくってな、両手くくってこうチェーンで巻いて、その先っぽバイクのケツつけてな、ブワー飛ばされるわけ。グワーッと飛ばされる。怖いぞ。うん、あとな、簡単なやつあるちゃうか。根性焼きやな、タバコ10や。なんか丸くツルツルなるわ。あと痛いんやったらな、これ程度お前鼻鉛筆で鉛筆鼻に入れられてこうなる。グワーッやるんな、ここグーンだって。女やったらちゃうか。こうカミソリで顔ズタズタとかな。いや、お嫁に行けませんだって。思い出すな、若さってええの。ダメって、約束は今日のはずでは。分かってます、すいません。僕は仕事としてこの刺繍をあなたにお願いした。どうしても友達に会いに行かなきゃならないんです。それはこの仕事よりも大事な友達ですか。あ、あの時僕を突き飛ばしたあの子。はい。あなたは洋服作りが好きですか。多分、いえ、好きです。僕もそうです。この仕事を始めてから洋服作りが僕の全てでした。この仕事に僕の情熱の全てを注いできた。仕事に比べれば友達なんて何の価値もない。友との約束も仕事のためなら平気で破った。仕事とはそういうものだと信じてきました。すいません。だけど私。だから僕には友達がいません。え？一人もいません。自分をさらけ出して付き合える人がいません。言ってあげなさい。行くべきです。はい。ねえ、牛久大仏ってどうやって行ったらいい。はい、日中4号線からワンツーファイブに出て霞ヶ浦中楽へで網坂下を右に曲がった。あのバカでかい大仏さんが画面からよ。おばあ様。事情は知らないけど、あの子は大変なんだろ。ありがとう。で、私運転できないじゃん。あ、では痛い。なんで。エンジンかかってここを回せば走りだ。自転車で簡単だからよ。お借りします。よし。いや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 。私はこの世界から消えて、どこか別の
どこ？母親の私がこんな中途半端な気持ちなんやもん。お母さん？無理して今産んだかてこの子絶対に幸せになれへんわ。で何勝手に言ってんの？出して。今生まれなきゃ私いちご、いちごが動いた。出せ、産めこのフリーズめ。いちご、こんなに元気に暴れてこの子生まれたがってるんやのか。いちご、ミコさん、あいつですよ。イチコとつるんでるつガキは。ミコさん、なんでポニーテルこんな風になっちゃったんすか。なんで土浦と合併したり、小さなチーム潰して配下に入れなきゃいけねえんすか。チームでかくして規律規律って。時代は変わるんだよ。小さくつるんで走ってた頃とはね、もう後戻りはできない。茨城統一、これはあたいの意思じゃない、卑弥呼さん直々の勅令なんだよ。卑弥呼？ああ、卑弥呼さんがあたいと土浦の頭呼んで茨城のレディースを統一しろって。それじゃああんた、ただの卑弥呼の操る人形じゃねえかよ。誰に向かって口聞いてんだよ。みんな世間からつまはじきされてよ。世間体とか常識とかんなもんから抜け出してえからとか入ったんじゃねえのか。だから それが今じゃ、上がこう決めたらこうしなさい、ルールだから守りなさいって、あたいたちが嫌で逃げ出してきた世間と変わんねえじゃねえかよ。組織がでかくならしょうがねえだろうなよ。知った大人になれバカ。自分捨てなきゃ大人になれねえんだったら、あたいはガキのまんまでいいっすよ。やめてくれ。仲間を裏切った。そこのヒラヒラの立ちとこれからもつるんだこっつうのか。お前立ちなんかじゃねえよ。こいつはよ、桃子はいつも一人で立ってんだよ。自分で決めたルールだけを信じてよ。群れなきゃ走れねえあんたらと格が違うんだ。ボケふざけんな。抜けんだね。チームは抜けさせてもらうよ。あたいも一人になる。
あいつみたいに。抜けんならマジでけじめつけてもらうよ。けじめけじめってすってんだ。なんだこの野郎。美子さん、素手頃で怠慢ありますか。この美子に勝てると思ってんのかこれ。悪いけど負ける気がしねえぜ。できれば私はロココ時代のフランスに生まれたかった。卑弥呼がどうしたって。卑弥呼が茨城統一しろっておめえらに直令下したって。どこの偽卑弥呼は知らねえが、本物の卑弥呼はおめえらみたいな数にそんな命令下すはずがねえよ。何言ってんだおめえ。本物の卑弥呼知ってんのか。おめえらに直令下したそいつが本物だって証明できんのか。じゃあおめえは卑弥呼さん知ってるっつうのかよ。ああ当たり前さ。あたいはね、卑弥呼の実の娘さ。いいかよく聞きな。なんで卑弥呼は忽然と行方をくらましたのか。恋をしたのさ。おめえらもよく知ってる代官山の伝説の父親とな。二人は惚れ合ってた、愛し合ってた。二人が初めてちぎりを交わした記念に、親父はおふくろの特攻服に野森流の刺繍を入れたのさ。二人は結婚した。居場所は誰も知らねえ。実の娘のあたいしか知らねえんだ。親父はあたいにガキの頃から刺繍の腕を叩き込んだ。あたいは親父の一番でさ。そのあたいが入れた刺繍があれだ。あれが伝説の職人の仕事だ。おめえらの腐る刺繍と比べればその差ぐらい分かるだろうが。行っちゃっていいっすか姉さん、こんな大事なこと。ああ、こんな舐めた真似されたんじゃ黙ってるわけにいかねえよ。あんた
卑弥呼の娘敵に回す勇気あんのか。全関東のレディースがあんたの首狙うことになるけど。金輪際あたいの大切な太刀に手出さねえって誓うんなら、茨城の一つは二つあんたにあげたって構わねえんだよ。はい。姉さん、どうぞ。今回はタラの勝ちってことで。おめえよくもあんなおぼら。気がついたらペラペラ口が喋ってた。でも自分でも不思議、なんであんなめちゃくちゃの嘘通用しちゃったんだろう。本当が入ったからだよ。え、卑弥呼が巫女たちに命令なんか出すわけねえってこと。巫女たちの嘘をおめえが見破ったから、あいつらそのままおめえの話信じたんだよ。え、じゃああの話嘘なの。嘘に決まってる。だって卑弥呼なんて女最初からいねえもん。え、卑弥呼ってのはあたいが中本の時に作り上げた架空の人物だよ。は？俗に憧れて勝手な想像で卑弥呼の式ってのを書いて、それをバイク雑誌に送っちまったんだよ。それがバシッと乗っちまってよ。そしたら口コミで伝説になるほど一人歩きしちまってよ。ちょっと待って、じゃあなんで卑弥呼がエンマの刺繍の特攻服着てたなんて話私にしたの。だっておめえがエンマなんて存在しねえみたいに言うから、ついムキになって。おめえにまたでっけえ借り作っちまった。返さなくていいよ。あ、返さねえよ。っていうか返せねえよ。返せるわけねえよ。でっかすぎてよ。その後の話をします。まずは次の日。ジュータ、ビューティフル。磯部様は大変喜んでくださり、その後も時々デザインの仕事を手伝ったりさせてもらっています。卒業したらベイビーに就職すればとまでおっしゃってくれるのですが、私は迷っています。ベイビーのお洋服を作るよりも大好きなベイビーのお洋服の一ファンで居続けたい。だってそっちの方が全然贅沢な生き方じゃんなどと思ってしまうのです。つまり私はまだまだ子供でロリータ街道爆走中なのです。いちごはベイビーのポスター撮りの現場で変態チックなカメラマンになぜか異常に気に入られ、なんとモデルデビューを果たしました。その姿からは撮影でカメラが2台壊され、
カメラマンを含む5人の大人が顔に青タンを作ったことなど想像もできません。うせんなよこの変態が。イチゴはとても綺麗でした。ポスターは話題になり、イチゴにはモデルの仕事の依頼も来るようになりましたが、本人は全くその気がないようで、土浦のモータースで油だらけでバイトしています。そして今でも下妻の街を暴走しまくっているのです。たった一人で。最後にもう一つ、あの卑弥呼伝説に新たなる1ページが加わりました。新たな伝説、それは実は卑弥呼には一人娘がいて、その娘は母の意志を継いで全国統一を目指し、今日本中を行脚している。お供のレディースを一人連れて各地で凶悪なレディースを潰し束ね、そしてなぜかその子は俗には似合わぬレースいっぱいのひらひらの服を着ているというものです。あたいのマシンが火を吹くぜ。